はい、皆さん、こんにちは、コンコンティムです。今日は韓国でサムギョプサルとか焼肉を食べるときに一緒についてくるサムジャン、そのサムジャンをこれから作ろうと思っています。日本でも売っているところがありますが、もちろん買えない方もいらっしゃると思うので、市販に売っているサムジャンに負けない美味しいサムジャンを皆さんに紹介しようと思っています。すごく作り方が簡単なので、皆さん作りに行きましょう。レッツゴー。はい、皆さんいかがでしたか？サムジャン、はい、もちろんサムギョプサルとか焼肉と一緒に食べるときは必ず必要ですね。あと野菜スティックと一緒に食べるとすごく美味しいです。皆さんぜひ作ってみてください。それではまた次のレシピも楽しみにしてください。どうもなよ、コンコン。